はーい、どうも、しゅんやんです。そうです。ちょっと聞いてくださいよ。言いたいことがあるんですよ。なんとですね、やっとインターネット家に繋がりました。もうこれで漫画喫茶行く必要がなくなった。もうほんと疲れた。店員さんにね、もう何度嫌な目で見られたことか。まあ嫌な目では見られてないんだけどさ、行ってすぐに帰るというね、この人何のために来たんだろうみたいな感じで目線をもらうわけですよね。もう恥ずかしかった。はい。あとですね、ちょっとマイクを新しいの買ったんですよ。今喋ってるのこれまだ古いマイクなんですけども、ちょっと試しで聞いてみようかなって。このマイク今使ってんの安い割には結構音良くてね、あんま嫌でもなかったんですけど、まあどうせならちょっと新しいちゃんとしたの使ってみたいなと思ってね、買ってみました。で、ちょっとお試しでまずこの古いマイクの方で音声確認的なのをやりますね。ちょっと喋ります。あいうえおはいうえおはいうえおあいうえおみたいな感じだよね。これが古いマイクの方ね。新しい方に変えてみてどうなるかって感じですよね。ちょっと試してみますね。はい、今度こっちが新しい方のマイクになります。まだしゅんやん自分で聞いてないからね、どんなもんなのかちょっとわかんないんですけどもね。じゃあこっちの方でもまたあいうえおを言ってみますね。いきます。あいうえおはいうえおはいうえおあいうえおはい。どんな感じかな？ちょっと自分で聞いてみますね。あいうえお。はいうえお。はいうえお。あいうえお。あいうえお。はいうえお。はいうえお。あいうえお。はい。自分で聞いてみました。わかんねえ。 どうなんだろう？変わってるかな？まあなんか、雑音が減ってるのかなって感じもするんだけど、どうなのこれっていう感じだね。これ耳いい人じゃないとわかんないね。まあでも良くなってるような気もしなくもないかなみたいなね。ほんとごめんなさいね。自分で買っといて自分で判断つかないというね。まあこんなもんです。あと言いたいことは。いや、まあまあインターネットつながって喜んでることと、マイク来て喜んでることを言いたかっただけです。しょうがないね。あと、そのうちね、シュヤンの飼ってるウサギちゃんのね、画像じゃない、動画とかもね、あげたいなとか思ってるんでね。時間があったら頑張ります。あと、小宮ショッピングも頑張ります。それと、バッドエンド回収だね。そちらの方もやっていきたいと思っております。ということで、今回はここまでとさせていただきます。大した話じゃないですね。はい。それでは、シュヤンでした。またね。